毎度セイリーです。 KO98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。頂上やります。スキルモードですね。 100% スキルモードいきましょう。さあ9月の、16日かな、今日は金曜日ですね。B ポリーさん、あ、金曜ちゃん土曜日やな。先制取られました、スキルモード。レオナ、ヤシロ。さあ、今のところ、均等やって言おうとしたら、暴走が出てきましたね。出た !LR か。クリーザーとオロクリやったら、オロクリですよね。オロクリやな。先制取られてます。クリザリッドと、オロチチェルミーな。ちょいか。どうなるかちょっと予測つかないですね、この対決。オロクリ、そうやな、オロクリ後出しにしようか。チョイはね、後列に飛ぶから置いといて、で、ホクシー捨てて、ヤシロっすね。チョイの位置がちょっとあれやな、真ん中に置こうかな。チョイは確か、その列に、敵がいなかったら後列にスキルが飛んでいくんですよね。そう、この場合だから、後列にスキル飛ばすことができます。テリーの、位置じゃないから。あ、ていうかあれやな、テリー、あれですね。このまま行こうかな。いや、このまままずいな、これ。ちょっと待ってよ。このまままずいですね。どっちにしろチョイが飛ぶからな。こう行きます。そうそう、こんな感じで。今、後列にチョイ飛んでいったけど。これでもね、そうなんすよね。これ、ラルフ前にしても、チョイの位置ずらせば問題ないんですよね。あ、使うんや。ワンパン!マジか。ヤシロぐらいやったらワンパン耐えるかな思ったけど、全く耐えへんかったな。暴走やられますね。で、オロチヤシロ復活しました。で、オロクリー当然出すんですが、これはでも、チョイの位置、まずここやな。シェルミー狙うために。で、ルガールですね。こういっとこうか。こういきます。で、チョイがでもゲージ溜まってないからな。これむずいな、結構。おろっくり。ああ、結構むずいな、これマジで。どういこうかな。まあ、とりあえずとか。いや、ほんまにね、ラルフが、だからあれなんですよね、結局。で、ルガールなんか打っても、オロチシェルミに全然ダメージ入らないから。まあ、そこがちょっと、難しかったところ。で、チョイ。怒り団子入りますね。オロクリまたゲージ溜まってる。なんで ?2 人倒したらゲージ溜まったで。オロクリね。で、クリザリッド出てくるんかな?チョイのスキルは常にこう、こっちが選べるから場所を。だからスキルモード結構ちょい強いんじゃないかな。お、そんな感じできた。そしたらこれはこのままでいいよね。これ崩壊入れてる方がいいよね。使って。使わなくても倒せそうですけど。一応崩壊。あ、そうか。踏ん張りか。そしたらこういって、こういってからのちょい。ちょいは今でも。ゲージは溜まってますが。ああ、オロクリやられるんか。そういうことか。ほんならこれはレオナ出さなあかんすね。オロクリ、あ、オロクリでも消えるからこっちか。で、ここはレオナ使う必要ないか。クリザリッド、いや、使わなあかんか。HP 回復ね、ちょっとでも。で、クリザリッドですね。で、ここオロクリ消えてるから一応安心なんですが、あれ、このまま来たで。このまま来た。なんでクリザリッド出さないんやろ。このまま来ると倒せるんじゃないの?これ。オロチセルミ。ん?ああ、無敵みたいなのあるんか。そういうことね。ギース。オロクリはでももう一回復活できるでしょ。そや、オロシェルは確かそういう性能やったな。で、チョイは離脱あるんで。ここはもう全員やられるんですけど、チョイの離脱とオロクリで攻めるっていう感じかな。クリザリットね。オロクリもう一回復活できますね。ただちょっとやばいな、これ。
オロシェルを倒さなあかんから絶対。オロシェルをちょい離脱、ちょい前にするしかないよね。こういきますか。でオロシェルを倒せるかどうか、ここにしたら多分これオロシェルに飛ぶでしょう。でまず、オロクリ、さすがに満パン。そしてちょい、これで、オロシェルを倒したいんですが、どう？倒してない。マジか。崩壊で倒せるかな、次のターンに。そこがむずい。でこのちょいは、あ、死んだ。ちょい死にましたね。マジで崩壊で倒せないの。うわマジか、これ負けるやん。じゃあクリタリッド、あー麻痺いらんわ。しかもちょっと待って、なんで今崩壊で倒れなかったで。踏ん張りあったっけ、下ろしてる。うわー得られましたね、これ。勝てる方法あったんかな。なんとか下ろしてるだけでも倒してたらねよかったけど、途中でちょっとオロクリがやられたターンが多分失敗してるね、あれは。ルガールがおった時ね。あれ、オロクリ倒される必要なかったんで、あっこでちょっと、オロクリ守っとけば、もうちょいいけたと思うけどな。まあ、多分失敗したわ。じゃもう一回行きます。右京とジョンフンやったら、ジョンフンかな。の方が必殺ダメージ出るんでね。これ2代目。言われたいですね。先生、どっちやった？クーラーと隠せレオナ、クラウザーはいいんですけど、あれ先生どっちやったかな、取られてる気がするけど。2代目は後で出しましょうか。これねクーラーが強いな、多分クーラー出すよね。クーラーめちゃ強いんですよ。あ、先生取ってた。クーラーのスキルモードめちゃ強いんですよね。このほんま沈黙がもうほぼ入るから、どっちかに 25% ですからね。だから 言うたら 50% みたいなもんでしょ、どっちかに入る確率が。これそうそうそう、両方に入っとるわ。両方に入る、鬼畜やろこれマジで。両方沈黙するか。まあでもここでヒナコやられて、クーラー叩きに行きたいですね。ここは必殺打てないね。うん、今のクーラーで回収しなかったんでクーラーゲージ溜まってないな。お、今日いるやん。今日行きましょう。今日でクーラーを下げとこう。よし、縦はでんかったな。で、ちゃんこ飯調整。オッケーオッケー。さあクーラーとちゃんは打てない。覚醒溜まってる、覚醒溜まってるけど、まあビリーと覚醒なら。ああ、もうクリティカルはいらんねんな。いつも言うんですけどクリティカルはいらないよ。そんなクリティカル率高いっけ、覚醒って。やばい、レオナまでやられる。レオナやられるの予定外ですけどね、ここで。うわー、これきついな。2代目は覚醒に飛ぶな。オロチの2代目いきましょうか。オロチの状態図を狙っていこう。まあ、しゃあないかな。いきます、ゲイザーから。で、もう全部っぱしよう。クラウザーでオロチ、状態図入れてほしい。どう、なんもないやん、もうマジか。もう、あ、見舞い入ってるわ。見舞いは入ってますね。いや、しかしあのクーラーなんですよ、敵は。もうチャンコーハンとかビリーとか、どっちでもいいんですよね、この際は。敵はクーラーなんでね。さあ、フリーズ。お、珍しく凍結ないやん。いや、もう沈黙ほんまに強いんやけど。ほんまに冗談抜きで。オロチ前の方がいいかな。オロチ前しましょうか。復活持ってるから。クラウザースキル出てる。覚醒下げなあかんな。じゃあ、こういきます。こういって、これで覚醒は下げれる。オロチは復活してほしいんですけどね。で、テリーの、沈黙が痛い。ゲージ溜まってるんやけどな。まい。あー、2代目ゲージ溜まるかな。沈黙やめてね。オロチや。マジっすか。いや、もうほんまに強いて。クーラー。ほんまに。スキルモード鬼畜。あ、覚醒に飛ぶの2代目、前じゃなくて。それはありがたいわ、それはありがてえ。よし、めまい入れた。こっちも嫌がらせしてる。しかしオロチが打てないのが痛いな。ここでオロチ打てたら多分勝てるんですけどね、打てないからだいぶしんどい。
まだキャラいるしな、向こうの人。桃子ね。二代目頑張ってくれ。もしくはオロチ復活してくれ。オロチ復活。うん。お、クラウズゲージ溜まった。よし。ジョンフンか。オロチ、そうやな。まあ、行くしかない。行こう。ジョンフンから。でクラウザーで前倒せるね。これもキャラいなかったっけな。どっちかな。あー、ブリッツボール。右京さん覚醒打てるんかな。覚醒打てなかったらチャンス。先下げてる。よし、まあ、あと状態上か。オロチ打てる。いや復活頼むで、ここオロチ。いや無理か。ジョンフン打てたらか。今のはどう、めまいとかもなんもないの。ジョンフン打てたら覚醒倒せるのにな。うわマジかこれ。ほら、うわ負けた、負けましたね。これオロチが復活したら一応チャンスは、いやないな、ないわ。ゲージ溜まってないもん。復活しても、ああまあこんな時に復活するしな。いやでも無理や、ゲージ溜まらないんですよこれオロチ。でもクラウザーで怒りはダウン取れる。どう、うん、で覚醒下げるでしょ。クーラー溜まってるのマジで。いやきついて、もうクーラーじゃなかったら多分勝てたなこれは。あの途中でオロチが、沈黙してるターンですけど、あっこう打てたら多分いけるけど、ちょっとクーラーにやられましたね。いやー気づかった。ということで、今回こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。